進出おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとお気持ちから聞かせていただきたいんですけど、まあ、最後はなんとか3着届いたっていう感じでしたけど、まあ、自分の中でもちょっとまあちょっと悔しいレースにはなりました。まあ、そのレースをちょっと振り返っていただきたいんですけど、今日はどのように考えて競争に臨みましたか？まあ、あのスタートを出て、まあ、あとは北井さんに任せたんで、まあ、ちょっと引いちゃった時点でちょっと苦しい展開にはなりましたけど、まあ、ちょっとあの北井さんのらしさも最後出ずに終わってしまって、もう自分苦し紛れの3着だったと思います。ただ、まあ、最後分後で3着まで来ましたけど、いかがでしたか？そうですね、もうああなるとちょっと2人で、まあ、3人で決めるっていうのはちょっと厳しい状況になってしまったので、まあ、1人でもって思えて自分も、まあ、なんとかまずは3着まで目指して走りました。で、まあ、4走走られていかがですか？あの準決勝、まあ、番手戦だったんですけど、まあ、4走の中では一番、まあ、気持ち的にも、まあ、余裕ありましたし、まあ、足的にも余裕があって周りも見えてたので、はい、まあ、決勝戦もその余裕があればいいなと思います。でその地元の決勝まで勝ち進みましたけど、気持ちはいかがでしょうか？まあ、まずはなんとか決勝まで来れたので、本当に最低限というか松井と2人で勝ち上がれて、もうあとは悔いのないように走りたいです。松井選手の決勝連携で松井選手が前になりましたけども、並びっていうのはすんなり決まりましたか？それも何か、まあ、話し合いがあったりとか、うん、まあ、あの2社でしたし、あの今回戦、まあ、松井の仕上がりが一番いいと思いますし、まあ、いつも自力でもうしっかり取れるところまで来てると思うんで、もう僕は信頼して任したということで決めました。わかりました。では最後に地元のファンの方に向けてメッセージをお願いします。はい、しっかり神奈川でワンツー決まるように頑張ります。まずは決勝進出を見ております。今のお気持ちから聞かせていただきたいのは？そうですね、あのちょっとこうゴール前にミスったんですけど、まあ、本当にこうしっかりとワンツー決めれてよかったです。まあ、ファン投票1位でというのはどんな大会でしたけど、いかがでしたか？そうですね、しっかり責任感を持って走りたいなと思ってるんですけど、ちょっとこう不甲斐ないんですけど、はい。あとの先ほどちょっとお話ありましたけど、準決勝を振り返っていただきたいんですけど、ドバー選手をマークしてというのはいかがでしたか？まあ、本当にもう力はね、強いの分かってるんで、まあ、信頼してしっかりつくだけでした。で、4走走り終えてご自身の体調面などはいかがでしょうか？まあ、大丈夫です。はい。まあ、同期の的場選手なんですけども、はい、星野さんにとってはどういった存在でしょうか？そうですね、学校の時本当にこんな強い選手がいるんやと思って、強い同期がいるんやと思って、まあ、そこも踏みずっと頑張ってきましたし、まあ、そこからこう自分が先に G1 出るなんて、まあ、近寄りがこう、やっとその競輪学校の時ぐらいの強さに戻ってきただけなんで、僕はびっくりしてないですけど、本当に強いですね。まあ、ウィナーズ G2 に続いて、特別競輪の決勝で連携になりますけども、何か思いというのはありますでしょうか？そうですね、本当にこう近畿の、ね、強い選手なんで、まあ、2人でしっかり盛り上げられたらいいなと思います。わかりました。では最後にメッセージをお願いします。はい、応援しように頑張ります。まずは決勝進出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今の気持ちからお聞かせください。まあ、今年ね、グレードレースは初めての決勝戦なんで、すごく嬉しいですね。準決勝振り返っていただきたいんですけど、いかがでしたか今日？まあ、強兵が本当に強かったですし、一人でレースを支配してくれた形でしたね。追走しててはいかがでしたか？まあ、自分も余裕はありますけど、まあ、買わせてないんでね、強兵が本当に強かったんだなと思います。ここまで予想されましたけど、ご自身の状態面などいかがでしょうか？まあ、変わらずですね、いい状態保ててるんじゃないかなと思います。慎太郎さん、決勝進出おめでとうございます。気のせいじゃないよ。まあ、新山選手と連携出したけど、ものすごく強かったですけど。強かったですね。まあ、なんていうかね、一着取れるチャンスではあったんですけど、まあ、それよりもしっかり勝ち上がれたことが嬉しいですね。まあ、明日はオーラスしっかり逆転するっていう感じですかね。うん、今僅差なんでね、まあ明日3本5本積もれば優勝かなって感じかな。今のところね。今のところは。ただ敵もね、みんな相手が強いんでね。全員接戦で。そうですね。まあ、やっぱ100万狙いでいこうか。突き抜けてガツンと。ね。ここ来る前、国士無双上がったんだよ、そういう。書いてありました。うん、
そういう気持ちで頑張ります。じゃあ最後にファンの方へメッセージお願いします。限界気のせいだよ。決勝進出おめでとうございます。どうもありがとうございます。お気持ちから聞かせていただきます。そうですね、あの1年半ぶりぐらいにあの特別系の決勝に乗れて、まあ嬉しいっていう気持ちと、まあちょっと今回は情けない競争が続いてるんで、うん、まあちょっと、うん、っていう感じの気持ちですね。はい、その話せる範囲でいいんですけど、その情けないっていうのといったところ、まあ、やっぱりラインとしてあの2層目3層目あの本当に申し訳ない競争をしてしまって、はい、まあ本当に落ち込む感じですかね。はい、ただまあ決勝戦は北日本日本車揃いましたけど、いかがですか。そうですね、あの本当に4車で乗れたっていうのはすごく、嬉しいことですし、まあ、しっかりあの4人で力を合わせて頑張りたいと思います。準決勝も振り返っていただきたいんですけど、いかがでしたか。松井選手、そうですね、あの本当に松井君の、気合が伝わってくるレースでしたし、本当に強くて、まあ、なんとかついていけてよかったなっていうところですね。で 北日本4社ですけども、武蔵選手の位置はどこでしょうか。はい、あの3番手を回らせてもらいたいと思います。北日本4社で、まあ、大事な位置ではあると思いますけども、その分チャンスもあるんじゃないかなと思いますけども、やっぱ SS 復帰を期待しているというファンもたくさんいると思いますが、どうでしょうか。まあそれよりもまあラインとしてしっかり機能させられるように、はい、なんとか頑張りたいなと思いますね。わかりました。ではファンの方へメッセージお願いします。はい、北日本4社で、ラインの中から優勝者出せるように精一杯頑張ります。応援してください。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと今の気持ちから聞かせていただきます。決勝法としてはいるんですけど、内容が良くないなと思います。まず準決勝を振り返っていただきたいんですが、はい、今日はどのようなプランで走ってらっしゃいましたか。あの総力戦と思ったんですけど、自分だけのレースになってしまって、平原さんには申し訳ないです。ちょっと中断でっていうのがあったんですが、そうですね、もう会議もずっとイン走りしてて、でもやっぱり、強かったですね、はい、こっちも削れました。最後はちょっと苦しい決断の中、前に踏んでいかれたと思うんですけど、いかがでしたか。そうですね、バックで仕掛けてきたの分かって、ちょっと立ち遅れちゃってて、もう感謝でした。ただまあ決勝を勝ち進みましたけど、4走を走られてご自身の状態面なんかいかがでしょうか。今日が一番体の状態が良かったなと思います。昨年に続いてオールスターの決勝ですけど、まあもう、はい、狙っていきます。ネパン狙って。はい。昨年初めて取られた G1 の決勝、また帰ってきましたけども、どうでしょうか。そうですね、去年とは違って短期なんですけど、はい、もう優勝するつもりで頑張るだけです。まあ、泣いた後、まあ、短期はこちらから見ると得意に見えますけども、どうでしょうか。そうですね、その気持ちの面で、はい、余裕持って走ります。まあ、セッティングも4日間で今日が一番良かった、最初面もいいということですけども、明日に向けてはどうでしょうか。セッティングもだいぶ煮詰まって体の状態もいいと思うので、もうしっかり力を出し切りたいと思います。最後に意気込みお願いします。短期で優勝目指して頑張ります。お願いします。調子になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから聞かせていただきたいんですけど。そうです、あの2回目の G1 決勝乗れたので、まあ、驚きが大きいです。はい、で、まあ、準決勝を振り返っていただきたいんですけど、ラインの3番手でしたか、いかがでしたか。はい、まあ、新山が本当に強いレースしてくれて、もう自分もフリーで最後まで回れましたし、本当にあのライン感謝です。踏み込んだ手応えなどはいかがでしたか。そうです、パンプ時代軽かったですし、自分の体調も良かったので、本当に展開とマッチしてくれました。本当走られていかがですか、ご自身の体調。そうです、あの日に日にあのセッティングもいじりつつ、あの体も整えつつ、あのだんだんあの調子は上がってきていると思います。日本車で走る北日本ですけど、いかがですか。そうです、新山いつもいいレースしてくれますし、まあ、ラインも一番長いと思うので、はい、あの北日本の結束力で、はい、あの頑張りたいと思います。2回目の G1 決勝になりますけども、はいはい、それに関してもう一度よろしいでしょうか。そうですね、去年乗せてもらって、まあ、2回目本当に目指して、はい、まあ、練習トレーニング積んできたんですけども、まあ、自分の中ではこんなに早く2回目来るとは思ってなかったので、決勝戦乗れて、はい、本当に良かったです。1回目は確定盤に乗ったと思いますけども、そうですね、はい、
今回も北日本4社ですし、先頭走ってくれる新座も強いので、はい、自分のチャンスあると思うので、はい、ペースを尽くしたいと思います。平塚のバンクっていうのは要するに相性はどうでしょうか？そうです、バンクが軽いので自分はどっちかというとスピードを出てくれた方が得意なので、まあ、チャンスあるかなと思います。わかりました。では最後にメッセージをお願いします。はい、決勝戦ペースを尽くしたいと思います。応援してください。素直に初めて自分の決勝に乗れたことが嬉しいのと、まあ、決勝もしっかり戦っていくということで気を引き締めたいと思います。準決勝を振り返っていただきたいんですけど、今日いかがでしたか？まあ、しっかり叩くところを叩けたと思いますし、まあ、先行道中もしっかり落ち着けてかけれたと思います。4走されましたけど、ご自身の手応えはいかがでしょうか？悪くないです。いいと思います。決勝戦、近畿2社になりましたので、いかがですか？もう同期のしっかり信頼できる古翔さんと一緒にワンツーを決めるように頑張りたいです。並びなんかはもう自力で先頭で頑張ります。まあ、現在3連勝で来ましたけども、状態っていうのはどうでしょうか？まあ、悪くないです。しっかりいい状態で仕上がっていると思います。精神面としてはどうでしょう？まあ、集中力を上げていきたいと思います。まあ、古翔さん信頼していると言ってましたけども、まあ、ウィナーズ以来のビッグダウンで決勝の連携、どういう存在でしょうか？もうやっぱり同期で SQS 班で本当にこう何でもしっかりレースの内容も相談できる本当にいい同期なんで、もうしっかりもっともっといい信頼関係を築いて車検に貢献したいです。明日の意気込みお願いします。近畿でワンツー決まるように頑張ります。応援よろしくお願いします。決勝進出おめでとうございます。お気持ちから聞かせていただきたい。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。表現されてましたね。はい、やっぱガッツポーズやりすぎたぐらいやっちゃったんで、ちょっと今反省してます。ではその準決勝を振り返っていただきたいんですけど、今日はどのような仕事を考えていらっしゃいましたか？誰が出ても、まあ、前中段 で、まあ、流れ見ていけるとこから前は攻もうと思ったんですけども、まあ、いい展開が見えたかなと思います。前で、ね、もがき合ってその競り合ってるっていうのは見えてました？見えてました、はい。まあ、落ち着いてました。僕も落ち着いて、まあ、回せたと思います。その手応えなどいかがでした？そうですね、はい。まあ、普段からこう一緒バイク練習で回す練習とかもしてるんで、そういうのが生きたレースかなと思います。はい。で、4走走り終えたご自身の体調などはいかがでしょうか？はい、めちゃくちゃいいと思います。郡司選手との決勝レースになりますけども、並び教えてもらってもよろしいでしょうか？はい、僕が前で郡司さん後ろで頑張ります。まあ、今日はまくりになりましたけども、3日間は先行で、今日はまくってみてどうでしたでしょうか？はい、まあ、先行でも、まあ、最後も踏み切れてますし、まあ、今日もまくりに構えちゃったんですけども、まあ、しっかりスピードを乗れて最後まで踏み切れてたんで、まあ、調子もいいと思います。やっぱり地元、まあ、歓声もあってやっぱ力になってますか？はい、めちゃくちゃ力になってます。まあ、昨日のインタビューではあんまりガッツポーズしたくないと言ってましたけど、今日も出ましたけども、ちょっとあんまりするつもりじゃないってわけじゃないですけども、まあ、ちょっと応援もすごい、はい、大歓声だったんで、ちょっと体に出ちゃいました。すいません。いえ、明日は上に突き上げるという感じですかね？そうですね、もうあれ以上ないガッツポーズ、ちょっとどうなるかわかんないですけどもはい、もうまたガッツポーズしたいです。では最後にメッセージお願いします。はい、決勝戦も優勝目指して先輩頑張ります。応援よろしくお願いします。新田選手、決勝進出おめでとうございます。まあ、今日のレースを振り返っていただきたいんですけど、今日は展開が向いてライン3人で決まったので良かったです。4走走られていかがですか？日に日に疲れが取れて調子が良くなってます。では最後に意気込みを、明日もラインで決めれるように頑張ります。よろしくお願いします。